まあ、言うは安しで、まあ、チームでただこんなそのアウトカムっていうの難しいですね。お金とかだったら明確ですし、アウトプットだったらリリースをするっていうことが明確なんですけれども、まあ、アウトカムが達成できるか、そのユーザーの行動を変化させることができるかっていうところは結構ふわふわした目標で、めちゃくちゃ難易度が高いから、まあ、いや、だからいや無理だと思ってんだけど、みたいな話だと思うんですが、まあ、ここを実はなんとかするっていうのが、この、ノイーキセザイナーにとっての、えっと、一つ、重要な、達成するべきポイントになってくるかなと思っています。 ただもうお膳立てはできてまして、まあ一つまず言えるのは、この使用探索フェーズにおいては、まあお金にでもなくそのアウトプットにも集中せなく、このユーザーの行動変化をさせるっていうことを目標にしているので、ここを目的にするっていうところだとチームとして結構まとまりやすいっていうのはもう自分の実感としてもすごいあるんですね。お金をどうやって稼ぐかっていうところは結構知見がバラバラで、あの思いもバラバラで衝突しがちみたいなところがあります。 で、またアウトプットに対してうまく作っていくみたいなところはやっぱりエンジニア知識はめちゃくちゃ必要ですよね。ただ、どうやってユーザーの行動を変化させるかですね。そのユーザーに喜んでもらうかとか、ユーザーの悩みを減らすかっていうところをテーマにするこのフェーズだからこそ、割とどんな人でも人間であれば割と想像できるみたいな共通の目的になりやすいところがあるんですね。だからこそこのチームでのあの協業っていうのが比較的他のフェーズに比べてやりやすい、やれやすいっていうところになります。 で、ちょっと、えっと、ここだけ急に深掘りっぽくなっちゃうんですけれども、まあ個人的にはこのフェーズはですね、本当に当たり前の感覚を代理するのが基本だと思っていますと。なんか自分的には何だろうな、大学のサークル活動の感覚に近いっていつもちょっと言っちゃったりするんですけども、まあもちろん普通に言うとその家族や友人が喜んでくれたみで何をすればいいだろう。あの、本当ビジネスっていうよりはそんな日常感覚の延長上であの、このアプリ使ってくれて喜んでくれるかなみたいな、どうしたら喜んでくれるかなみたいなことをみんなでこう発想しちゃう。なんかそんな感じであれば、 多分皆さんもちょっと想像つきやすいかなと。ビジネスっぽいっていうよりは、そういうことをです、ね、こう日々議論して、いいものを作っていくっていう風なことであれば、できるかもしれないっていうふうに思っていただけるかなと思います。で、もう一つ大事なのは、まあ、そこまではなんとなくできるイメージがあったとして、ただ今度はこうチームがけ喧嘩せずに、えー、となるべくこう統一した意思を持って、あのバラバラにならずにです、ね、一人の人間のように、一、まあ、人のリュデザイナーのように動いていけるようになるっていうことが、えー、と次に大事になってきます。 これ何かっていうとですね、まあ、油断するとやっぱりあっという間に、こう、集遇というか、になっていくっていうのが集団だというふうな認識を持っていまして、これ、だからこそ,そ、人によっては、初心者が右往の収入に集まったとしても、いい有益デザインはできないみたいな話を思っている方も多分いらっしゃるし、ある程度の事実ではあるのは間違いなくて、素人の思いつきだけでうまくいくほど、その甘い世界ではないとは思いますが、 ただ、それがなんで起こるかっていうと、私はちょっと逆感性善説というところと、あと過去の経験で思っているところもあるんですけれども、基本的に、ここのフェーズに関しては、そのさっき言ったように当たり前の感覚っていうのを持ってさえすれば、能力的には絶対いける部分が皆さん備わってると、私も含めて思っていて、なんでそうやってこう、と例えばまあ、 急になんか感情的になんかこっちの方がいいんじゃねっていうのが事実じゃない方向に進んでしまったりとかですねなんか全然あのもう途中で考えるの諦めちゃってなんかもうめんくせえからこの人に従っとこうみたいになっちゃったりとかっていうコミュニケーションがうまくいかなくなるかっていうとあの情報の知識のですね平等性っていうのが保てない状況になってしまう人ある人に情報がめちゃくちゃ集まっててある人に情報が全然いってないってなればそれはもう判断が全然うまくいかなくなるのは当然だと思っています逆に言うと持っている知識が同じ状態 常に同じ状態になってて、な、ね、おかつ、まあ、これもうょつ重要なんですけど、心理的安全性っていうのが過去して言いやすい状況っていうのがあれば、基本的に、あの、まあ、いろんなね、あの、ここに来ていただいてあの、皆さんの会社も絶対いい会社ばっかりで、間違いなく採用基準も結構高い感じだと思いますので、あの、条件が同じだったら絶対いい判断できると思うんですよね、普通の感覚で。なので、えっと、こになってくると重要なのが、ちょっと戻っちゃうんですけど、場のデザインっていうところに、えっと、なってくるかなと思っております。 で、えっと、場のデザインイコール、あの、コミュニケーションデザインっていうことになるんですけど、で、これを私はですね、その、ノンークデザイナーにとってのユークデザインというか、えっと、講義の意味でのユークデザイン、これも講義のデザインだなと思っていまして、えっと、これが大事だなと、今日、まあ、お伝えしたいポイントに、の一つになります。で、例えば、日常の、あの、定例ミーティング。えっと、ここでですね、えっと、まあ、皆さんもよくやってらっしゃると思うんですけれども、あの、もちろんうまく、 使いこなしてる、えー、と方たちもきあのたくさんいると思うんですけども、まあ、たまにあるのがやっぱりこう、リーダーが事前にあの作られたアジェンダをこう上から下まで読み上げて、あの終わるみたいなあの、議論するために使われないみたいなことが、まあ、あったりするのかなと思います、まあ。そういうふうに使うのではなくて、まあ、それやったらもう別に、ね、事前にあのドキュメント共有しとけばいいだけなので。 あの、徹底的に、あの、そうではなくて、情報共有し合って、で、その瞬間、その瞬間、その日、一番その、ユーザーの行動変化に、えっ、ー、と、つながる施策ってなんだろうどうすれば、えっ、ー、と、いいかな例えば、じゃあ、ちょっとモック作ってみようとか、デザイン考えてみようとか、ちょっと軽くコーディングしてみようみたいな感じで、それぞれがですね、あの、議論しながら、アウトカウント達成のための一番いい方法は何かっていうのを議論する。えー、そういうために使う、えー、形に定例ミーティング、えー、持っていくといいかなと思っています。まあ、これちょっと、 抽象的すぎるので、えーまあ、具体的に、えー、少し話させていただくと、あのー、定例会議の例えばデザインのポイントとしては、まあ、なので、毎日目標っていうのを基本的に、あと自分たちが考えているそのユーザーのどういうふうに行動を変えたいのかっていうところをお互いに共有し合って、でそれに対して今現状どういう状況なのかっていう、あのそれぞれが見ている吹き抜け違うと思うので、まあ、今私から見るとこれ全然足りてないと思うよとか、私から見ると結構うまくいってんってと見えるんだけど、そのギャップは何だろうみたいな感じの視点、えっと、の情報の交換をする。で じゃあ、お互い認識違ってたねみたいな情報を整理した上で、朝会とかでそれやったら、その後に日中行動して、で、やってみてどうだったかっていうのを誘拐でフィードバックして、共有して、どんどん学習を進めていくというようなことを、まあ、やった感じです。例えば今、エクサビデーズで私がやっているそのプロダクトとかでは、実際にこう毎日リン、このリンコーヒー形式っていうですね、ちょっと後で説明するんですけども、そういうやり方で、朝会誘拐という形で30分ずつ、こういう場を設けてやっていますと。 でこの辺を、これはもう自分で考えてこういうふうな、えー、とスライドとかもあのフォーマットとか用意したんですけれども、まあ、この辺を考えて、えー、とやっていくっていうことをやっています。そうですね。でリンコーヒーっていうののやり方というか、まあ、実際に自分がそういうふうにどういうふうにやってるかって話を少しさせていただくと、 ま、例えば、えっと、おののが共有したい議論トピックですね。ま、これ今私が使っているのは Google スライドっていう、あれですね、Google ドキュメントの一つの、えっと、パワーポイントみたいな機能ですけども、そこに、えっと、みんなで集まって、その場にみんなで集まって、えっと、ミーティングしながら、あの、じゃあ最初ちょっと10分ぐらいみんな書く時間みたいな感じで話し始めます。で、えっと、おのえっが共有したい議論っていうのを、えっと、今考えてそのアウトカムに向かって、こういうことやってるんですけどとか、ちょっとこの辺不安なんですけどみたいなのを、ま、この書き出していくという感じになります。 で、えっと、ポイントは、えっと、まあ、完全に、えっと、ガチ目的のためだけの、えっと、付箋だけではなくて、あの、仕事に関係ない一人言葉、まあ、風邪ひいたみたいな、えっと、日常的なことも、ま、書くみたいなところも、えっと、やってて、まあ、それで心理的安全性の確保みたいなこともやってたりするんですけど、まあ、えー、他はま、ユーザー調査で困ってるんだけどとか、アプリ見こういうのどうだろうとか思ってるとか、ちょっとこういうふうに開発進めてるんだけど、これいらなくね、みたいなところとかを、ま、言って、 で、えっ、ー、と、ここはちょっと重要なんですけれども、えっ、ー、と、一枚、えーと、一気にこれ一個一個いきなり喋り始めて5分、10分それぞれ喋るとかではなくて、まず30秒ずつぐらいですね、あのー、サマリーを喋ってもらうっていうところから始めます。それぞれのメンバーでですね。で、まあそうすると大体10分から10、10分ぐらいですかね。で、こう、大体一通りあ、どんなことが書いてあるかっていうのが、こう、みんな理解できるとなってて、 でその中で、えーと、それぞれが気になった、えー、とこれもうちょっと喋りたい、聞きたいんだけどみたいなところに赤ポーチをつけてもらうみたいな、えー、感じで,で、あとは大丈夫みたいなところは絵文字つけたりするんですけど、あとで印がついたところを中心に、えー、と深掘りしていくという形になっています。でこれの設計ポイントは、つまりそのさっき言ったその情報の平等性というか、 あの、これほっとくと大体もう私、私がまさにその典型なんですけど、めちゃくちゃ俺が喋っちゃうんですよね。とかに対して、えっと、なるべく、えっと、均等にお互いが思ってることっていうのをこう言う。で、あの、で、みんなが、えっと、ここ深掘りた方がいいよねっていうところに関してだけ深く喋るっていうようなところで徹底的にやることで、あの、情報の、えっと、一律化みたいなところっていうのを、えっと、結構意識してやっていますと。で、たと、まあ、で、えっと、こんなのどうせ続かないでしょみたいな、えっと、ツッコみもあるかなと思うんですけど、まあ、実際、私はその7月から、 なんですけれどもこのプロダクトが始まったのはその毎日朝という、まあ、やってて、なんか、今見たスライドがこれ、Google スライド400前ぐらいまで来てたんですけども、えー、来てて、結構続いてますと。で、基本的に参加も任意なんですけど、割と参加率が高くて、私が普通に出席しないときでも、まあ、結構行われしたりとかいうことで、まあ、割と、えっ、ー、と、評判員というか、まあそうですね、フラットに議論がえと進んで、えー、と共通認識を持てる、えー、と場になってるかなっていうところにはなっております。 で、あともう一つ、えっ、ー、と、そういう意味で言うと、場の、えー、とデザインというところでこれだけじゃ足りないところがあって何かっていうと、あの、デザインスプリントってまあ聞いたことある方もいるかもしれないですけども、えっ、ー、と、そうですね。この長い定例会議ってまあ僕は呼んでますが、あの基本的にやることはこれとそんなに変わらなくて、あの、目標、アウトカムなんだろうと思ったりとか、その進捗状況を確認するみたいな感じなんですが、まあ、時たまその朝夕とか、一部の短い30分とかじゃ、えっと、済まないっていうケースがあるので、 よし、じゃあ、がっつりやろう、みたいなのがあると、まあ、それが結果的にデザインスプリントみたいになるかな、という感じになっています。で、具体的に言うと、そのデザインスプリントって何かっていうと、こういう、えっと、まあ、本も出ているので、えっと、もし興味がある方がいたらあの、読んでいただければと思うんですけれども、そうですね。あの、基本的には、あの、UX デザインの、えっと、メソッドみたいなものをこう,うまく使って、まあ、1日、あの、もうこれだと正式になると5日間ぐらいですかね。5日間ぐらいかけて、あの、お互いの認識を、あの、共有して、 で、あ、すみません、ここに次に書いてあった。えっと、そうですね、お互いの認識を共有し、で、その後実際にですね、えっと、どうしたら、あの、そのアウトカム達成できるかっていう手法、あの、アイディアを出し合うみたいな、え、時間を、えー、取って、で、最後ですね、もうコンポイントなんですけど、あの、匿名で、じゃあ、どのやり方がいいかみたいなのを投票したりとかして、あの、お互いの認識を合わせていくみたいな。ま、だ結局その、毎日のミーティング長いバージョンでしかないんですけれども、まあ、それを1日かけて、えっと、やっていくと。 いうことを定期的というか、あの、うん、例えばそのプロジェクトの始まりとかですね、もうがっつりやって、一回認識合わせ、その続きはもう毎日の手でやっていくみたいな形で、えー、やっています。で、まあ、こんなのな形だけでしょうみたいなところです。これも、まあ、過去にもいろいろ経験あって、まあ、基本的に7割ぐらい、 に関しては、これで、えっ、ー、と、序盤、あの、スタートダッシュが切れるみたいな感覚とかはあります。まあ、余談としては、このようになってから、えっ、ー、と、ここで集まってみんなでやるっていうのは結構、ええー、やりづらくやってるのは事実なんですけど、まあ、他のチームでミドとかで、えっ、ー、と、やっていらっしゃる方たちもいたりするので、まあ、できなくはないかなと思っています。で、まあ、一度目標認識があれば、まあ、そこに向かって、えっ、ー、と、日々、えっ、ー、と、競合が出てきたって言っても、じゃあ、それに対してはこういう方がいいんじゃないみたいなことを話しながらですね、こう、柔軟に、それぞれ、えっ、ー、と、コミュニケーションしながら、 その場その場で一番いいやり方っていうのを取っていくというのが、えっ、ー、と、やれることかなと思っております。だからなので、これは、あのー、自分の言い方で言うと、これも講義の意味での有機デザインですし、ノン有機デザイナー、その一人のプロフェッショナルががっつり全部やるっていうことでなければ、この辺からこう始めるっていうところが結構重要なポイントだよっていうことを、えっ、ー、と、お伝えしたいかなと思っております。で、分かったけど結局、じゃあ今までその、 いわゆる UX デザインという話、その、ペルソナ作ったりとか、ジャーニー作ったりとかって話が全然出てこなかったんですけれども、じゃあそれって結局やんなくていいの、思いつきだけで結局やってるんだったら、さっきの思いつきの話とはもうかん、あの、思いつきでいいじゃんって言った人と変わんないじゃんみたいな、ところは、まあ出てくるかなと思うんです。こっからが、あの、いわゆる、あの、UX デザインの話になっていきます。つまり何かというとですね、場を作りましたと言ったときに、その場の上で使う、えっ、ー、と、お互いのコミュニケーションツールって、 っていうのが、いわゆる競技の意味でのザ・ UX デザインっていうふうに僕は理解しておりますと。で、なので、その、UX デザイナーにとっては、それツールだよっていうところを、えっ、ー、と、認識持っていただくといいかなと思います。まあ、例えば、じゃあ、その、ディスカッション、毎日ディスカッションして認識が、あの、共通認識持っていこうよってした時にでも、まあ、あの、テキストだけでやり合ってても、こう、自分のイメージをうまく、その文字だけ伝えられるっていうのは作家でもない限り難しいですよね。 で、その時に初めて自分が思ってる、えっと、お客さんとってこうなんだけどみたいなのをちょっと紙に書き出してみる。ペルソナの形式で書き出してみる。とか、あの、で、実際にユーザーのこで、さらにペルソナルだけじゃなくて、その人で行動したらこういう行動を取るんだと思うんだよねって言って、まあ、それもまたね、適当に思いつきで書いてもいいんですけれども、例えば、ちょっとそこでジャーニーみたいな手法とか、あのユーザーストリーマップみたいな手法をちょっと勉強して、その通り、そのフォーマットに合わせて書いてみると。で、 国り先す。それは別に正しくなくていいわけですよね。あくまでも議論のために、チームのメンバーに伝えるためのツールでしかないので、そこで、いや、これ間違ってんじゃんという議論は絶対起きないです。あくまでも、あ、自分のために伝えてくれるためにこの工夫してくれたんだっていうふうには捉えられないので、そこで、いや、こんな仕事やんなくてよくねみたいな議論は絶対起きないと思います。で、もう一つ、えっと、 例えば、だから、今度はじゃあ意見が分かりましたと。じゃ俺のペルソナこう思うんだけど。じゃあ、でも俺はこういうふうに思うんだけど、みたいなのがぶつかり合いますよね、と。で、そうなった時に、いや、じゃどっちが正しいんだっけっていう時に、初めてこう、ユーザー調査。じゃあ、やってみようか、みたいなモチベーションがそれぞれに湧く。っていう形だと思うんですよね。で、これもやっぱりそのコミュニケーションする。こう、ユーザー調査をやりながら、あ、これを見ながら、あ、俺の考え方間混ぜがしたかもとか。だから、このユーザー調査も N イコール1とかもうそんなね、5人とかだと思うんで、あの、それ正しいことが分かるかっていうのはまた難しいと思うんですけれども、特にその、慣れてなければ、 やっぱ誘導しちゃったりとか、あの、聞き方失敗しちゃったりというのも正直起きるので難しいんですけれども、絶対にそのコミュニケーション、その、全く何もやらないよりはユーザー調査をやりながらみんなでディスカッションした方が比較的同じ方向に向きやすいというのは絶対間違いないので、まあ、これもツールとして使えるよねっていうのが自然な発想として出てくるかなと思います。なので、そうですね。あくまでも、えっ、ー、と、その精度が出せない、えー、タイプの、えっ、ー、と、ね、最初にチャレンジする人にとってはツールに過ぎない、えー、っていう認識を持ってもらって、 で、この上で、だから逆に言うとツールに過ぎないんで、ちょっと気軽にやらせてくれませんかっていう、下手に出ることができるようになっていくというところだと思います。はい。で、さら重要な有機デザインというところで、もうそれでもそれがないと、みんなとの意思統一っていうのも難しくなっていきますし、引いては不確実的な状況に対応するってこともできなくなっていくというところになっていくので、さ度重要な有機デザインというところで、やっぱり有機デザイン大事だよって、僕は有機デザイン大好きですというところですね。あの、強みに主張したいんですけれども。 はい。っていうところでですね、ちょっとまとめに入っていきますが、なので、えー、農業イナ内の方たちに、えー、お伝えしていきたいのは、大事なのはですね、まあ、専門家ぶらないこと,ことです絶対弔意もなるから黙ってやらせろっていうの、暴風を吹かせないことですね。で、信じ込まないことっていうことかな、と思います。で、 逆に言うと、えっ、ー、と、条件を見定める。えっ、ー、と、自分が、えー、最初のフェーズでは、やっぱ、この使用、えっ、ー、と、不可欠性が高くて、なおか使用探索のフェーズで、えっ、ー、と、この話を、えー、持っていくというところで、その、それを見せ、見定めるというところですね。で、あと、その中で、えっ、ー、と、そこはお金の話とか、あの、アウトプットの話をするんじゃなくて、あくまでもユーザーをどう変化させるかっていうのが、ここのテーマであるし、それをみんなに、えっ、ー、と、伝えて、そこに関してはちょっと努力してもらわなきゃいけないところなんですけれども、ここは結構、まあそういう意味ですね、ちょっと余談なんですけど、ここの伝える方は、 そうですね結構工夫ポイントはあると思いますあの。人によっては、いや、別にこれ、ユーザーの行動変容なんか分かんなくたって、えー、プロジェクトコル成功するんじゃねっていう、えー、議論もあるかなという人も出てくるかと思うんで、まあ、そこはちょっと工夫するポイントなんですけど、まあ、そこはちょっと深掘ると、あのー、いやだ、なんで、それがもしあの、えーと、ユーザーの行動変化なんてのは当たり前だよと、分かってるよっていうところは、多分そのそれは不確,実な不確実なビジネスじゃないんですよ、ね、そもそも。多分確実性が高くて、あのこうやればお客さん、こういう風に喜んでくれて、 ええー、あとはやるだけ、みたいな感じなんで、もうだからそれはそもそも必要ないっていう、その、さっきの条件に合わなくなるっていうことですね。で、不可欠であるってことは、イコールこのユーザーの、えー、と状態を、が、えー、どう変わるかってことを把握しない限りは、えっ、ー、と、この実際にアウトプットにも繋がらないですし、えっ、ー、と、それによってどういう,ふうにお金が稼ぎるかってわかんないはずなんで、まあそういったようなまで理解していただければ、じゃあそのためには UX デザイン、えっ、ー、と、いろんなペルソナとかジャーニーとか、ユーザー調査をやるとかっていうところは、まあ、えっ、ー、と、必要だよねと。 いうのは結構、あの、スムーズに理解していただけるようになるかなと思っています。実際に今の会社でも、その他の会社でも、声高に、その、これが必要ですとかって言ったことは実際なくて、なんかもう勝手にすいません、だから、もうとにかく、あの、アウトカーム達成すればいいっすよね、みたいな。まあ、ところで、えっ、ー、と、じゃあ僕はアウトカーム達成に関しては、あの、この辺が大事だと思うんで、ひとまずちょっとやってみるんで、これ見てみてください、みたいな。 あの感じで、で、だんだん、あ、これ、議論に使えるかも、みたいな感じで、だんだん他の人も使い始めるみたいなツールとして選択していただけるようになっていくっていうところから始めるのと、いつの間にかみんな当たり前に使うっていう状態になるっていうところがあるかなと思っています。え最後まとめると、まあ、そう、北風太陽の例を、戻すと、まあ、プロの技っていうのはこれ風です。スマートに行くと、やっぱりこう、きれいにさっぱりこう、コートを脱がせることができるんですよ。絶対うまくいくと思うんです。 えっと、そう、コンの力で圧倒的に過ぎたアウト感も出せる、あの、超、すごい腕のデザイナーっていうのは絶対います。ただ、えっ、ー、と、まあ、そうじゃない場合、まあ、クエスが高かったりとか、まあ、プロに頼めないっていう時には、これ場のデザインからやっていくというところがあるかなと思ってて、このなんで対応かっていうと、まあ、無理やり、若干無理やり感あるんですけど、こう、みんなを温めながら、チームを温めながら、あの、こう、テンションを上げていって、こう、みんなで一、えー、つの方向に向かっていくというような、まあ、対応のような UX デザインの使い方っていうのが、まあ、いいんじゃないかなと。 思っております。はい。えー、といったところですね、ちょっと駆け足で最後の方ちょっと話させていただいたんですけれども、あの、ノンユースがデザイナーにとってユーキデザイン、この、そうですね、知識、あの、この場のデザインからですね、実際にこう、まずは始めてみるとか、まあ今言ってきたような説得の、まあロジックみたいなのをうまく、あの、社内でもちょっと展開していただいてですね、あの、ぜひ。で、最終的にはですね、こう実際にユーキスデザインをフルフル使って、 あの、第一歩を踏み出していただければなと思います。あ、でもう一個余談としては、で、ここまでその、農薬デザイナーの話に集中してきましたけど、えっと、本当に、あの、これ、やればやるほど、どんどん精度が上がっていきますと。あ、やればやるほどっていうのは、その技術ですね。例えば、どういうふうに言ったら、お客さんの、こう、誘導せずに、ちゃんと真意を、こう、あの、把握できるかとか、あの、どういうまとめ方だったら、みんなが分かってもらえるようなまとめ方になるかっていうのは、もう、キャリアを積めば積むほどですね、どんどん、あのー、 もう本当にこう、ガッてこう、伸びていくものなので、一歩目をこう見せるのがすごいもったいないんですよね。なので、あの、これで、まずはこういうところから始めていって、う終的に自分一人でもですね、もう一気に、すべての不可欠性をなんとかできるすごい電力製材内になるというところも、あの目標に持ってやっていただけるといいのかなっていうのも、最後ちょっと、付随して言わせていただきますというところでございます。はい。ちょっと登壇内容自体はここまでといった形になります。最後にちょっと簡単に会社紹介の方をさせていただきます。 えっと、弊社、エクサウィザーズという会社になります。えっと、まあ、冒頭にも申し上げましたけれども、AI を用いた社会課題を解決を通じて、幸せな社会を実現するというところをですね、ミッションに掲げて、えやっている会社になります。えっと、テーマというか、事業内容的にはですね、この高齢化社会、 に対応していくという、まあ、大きな社会課題に対して、えー、やっているテーマが一つと、もう一つはこの労働人口が減っていくという中で、いかにその労働の効率性を上げていくかっていう、こ、ま、の、あ、DX 的なところですね。まあ、そういったこの二つの結構大きなテーマ。まあ、それ以外はもちろんいろいろあるんですけれども、まあ、結構その辺を中心として AI の、えっ、ー、と、まあ、POC 案件というか、まあ、いろんな、えー、企業様のですね、お手伝いをさせていただいたりとか、まあ、自社のプロダクトを作ってですね、いろんな皆さん抱えてる社会課題を解決していくと。 いうことをやっていってていいる会社になりますでこういったところがですね、えっと、今会社の情報にはなるんですけれども、えっとまあ、一つポイントはまあ従業員としては、ですね結構エンジニアの方たちが40%で40、40%が戦略コンサルタントみたいなところ。 でですね、えっ、ー、と、結構そういう、結構面白い組み合わせになってるのかなと思って、ビジネス戦略みたいなところをこうかっつり、えー、とやられる、えー、ところとか、もう最後のまさにこれさっき出てきたアウトプットってところにすごいクオリティを高く持っていく、AI の、えー、とものを完璧に仕上げていくっていう形がそうっていう中で、で、ここに実はそういえば存在してない。 あ、でもそうですね。こ40%の事業開発のどに含まれるんですけど、一部私みたいな、えっと、プロダクトマネージャー、有益デザイナーみたいなのが、こう、間に入って、そういう、そのまさに場のデザインとかをしながらですね、こう、いいプロダクトを作っていってるっていうのが、えっと、今のこのエクサイザーズの、この従業員の構成と、まあ、プロダクトの作り方みたいなところにまなっています。で、そ意外に、あの、割とこういう POC というか、その、いろんな会社のお手伝いをしている案件が多いんじゃないか、そういう印象がある会社って、 思ってる方は結構いる認識はあるんですけども、意外にこう結構いろいろプロダクトも水面から作っておりまして、私も冒頭申し上げたように、あの、介護に関するプロダクトとかを作っておりまして、まさに今みたいな、こう毎日、あの、情報を共有しながらですね、あの、みんなで作っていくっていうことを楽しく、えっ、ー、と、やっている、えっ、ー、と、会社にもなっています。まあ、なのでですね、あの、ぜひ、あの、こういう仕事をですね、やってみたいなと、えっ、ー、と、思われた人がもし一人でもおりましたらですね、あの、ぜひ、絶賛採用しておりますので、 あの、ビズ側、えっと、PM、プロダクトマネージャー、えっと、デザイナー、エンジニア、全方位で募集させていただいておりますので、ぜひご応募いただければと思います。はい。といったところで私の発表を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。